皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの武見でございます。今回は体中に炎症を起こす危険なものが判明と題しまして、科学的に私たちの体を燃やしてしまう危険なものについて解説していきたいと思います。それでは早速本日のお品書き、1限で私たちを蝕む危険な炎症について、2限で体中に炎症を起こす危険なものが判明ということについて解説していきたいと思います。ではでは早速1限の私たちを蝕む危険な炎症というところから話を始めていきましょうか。さてまず炎症というものについて考えていきたいと思うんですが、皆さんは炎症と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。最近ではあらゆるところで炎症が体に悪い、炎症が体に悪いと言われていますから、体が炎症を起こしていると言われるとマイナスイメージを持つ人が多いと思います。炎症とは傷や感染、アレルギーなどの反応によってその影響を受けた場所が赤く腫れて熱を持ち痛みを感じたりしている状態を指します。しかし炎症それ自体は重要なね、生理反応でなくてはならないものなんです。例えば病原菌、毒素、外傷が体にストレスをかけるとき、短期的に一気に起こる炎症というのは体があなたを守り癒す重要な機能でございます。例えばね、あなたが私たちの動画でいつも良いと強調している朝散歩の最中にすっ転んでしまって膝をガーンとね打ってしまったとしましょうか。当然ねあなたは痛え痛えと泣きわめくわけですが、この時あなたの膝は腫れているはずでございます。それは体内で血液や白血球が怪我をした部分に押し寄せていき、そこの修復作業を始めているからに他ならないんです。このようにね、何か怪我をしてそこが腫れるといったものは急性の炎症と言われます。傷を治すためにこの急性の炎症が起こりますから、一時的なこの炎症というものはあなたの体が一生懸命傷を治そうと頑張っている証拠であり、体にとって必要不可欠なものでございます。では世間一般で言われている炎症が悪いというのは一体どういう炎症のことを指すのでしょうか。それは炎症が慢性的に起こっている場合でございます。つまり長時間炎症が持続している場合が悪いということでございます。炎症と一言で言っても急性炎症と慢性炎症の2種類があり、世間で言われている悪い炎症とは慢性炎症なんだということをね、ここで覚えておいてください。そして恐ろしいことに脳は体内の炎症から悪影響を受けてしまうということが分かっているんです。つまりですよ、体のどこかが炎症を起こしているとそれは脳に悪影響を与えてしまうということでございます。実際に炎症は脳のパフォーマンス、特に学習能力、記憶力、注意力を損なってしまうということが証明されております。例えば多数の研究で炎症を起こす物質を注入されたマウスが学習記憶を司る脳の部分で認知力の低下が生じるというエビデンスが示されております。ここでね、面白いのは炎症を起こす物質が脳に直接注入されたのか体の別の部分に注入されたかは関係がなかったということでございます。結局どんな炎症も認知力の低下につながるというわけでございます。さて皆様、実はねこの事実が非常に恐ろしいことであるというのはお分かりでしょうか。だって体の中で起こっている炎症の数がまさに今私たちの脳の思考力、学習力、記憶力に影響を与えているということだからでございます。僕らがいつも集中できないのは体のどこかで炎症が起きているからかもしれないんです。炎症を起こしているからなんだか最近物忘れが激しいと感じる、炎症を起こしているからなんだかいつも頭に霧がかかったように頭が冴えないということでございます。もしも今起こっている炎症を取り除くことができれば、私たちはもっと集中力がアップし、記憶力がアップし、取り組みたい物事にもっともっと熱心に取り組めるようになるに違いありません。皆さんは今なんだか調子が悪いよとか、よく寝たはずなのになぜか疲れがいつも取れないんだといった謎の体調不良を抱えていないでしょうか。おそらくその原因は
あなたの体が炎症を起こしているからでございます。2017年にカロリンスカ研究所のチームが行った約5万人を対象にした調査によると、謎の体調不良を抱えている人は体内の炎症レベルが高いということが判明しております。要するに、なんだかしんどいなとか、なんだかいつも疲れているといった症状を抱えている人を調べてみると、そういった症状がない人よりも体内で炎症が起きていたというわけなんですね。ですから、もし皆さんがなんだか今体調が悪いと思っているのならば、あなたの体の中で炎症が起こっている確率はかなり高いと言えるでしょう。カロリンスカ研究所の調査からも、謎の体調不良と炎症には関連性があるということが明確に分かっているからでございます。それではこの辺で一言をまとめておきましょうか。ポイント1、炎症と一言で言っても、急性炎症と慢性炎症の2種類があり、世間で言われている悪い炎症とは慢性炎症のことである。ポイント2、脳は体中の炎症から悪影響を受け、脳のパフォーマンス、特に学習能力、記憶力、注意力を損なってしまう。謎の体調不良を抱えている人は体内の炎症レベルが高い傾向があるということも研究によって分かっているので、謎の体調不良がある人は炎症が起こっている可能性が高い。それでは次、2限で体中に炎症を起こす超危険なものが判明したということを解説していきたいと思います。さて、1限ではね、炎症の恐ろしさについて深々と解説してきました。2限ではそんな恐ろしき炎症を引き起こしてしまう危険なものを特定した論文を解説していきたいと思います。まず最初に結論を申し上げておきましょうか。体中に炎症を起こす危険なものとは、ズバリ悲しみや怒りなどの否定的な感情でございます。悲しみや怒りなどの否定的な感情は、免疫系を損なう可能性のある体内の炎症レベルの上昇に関連しているということが研究によって判明したわけなんですよ。まあね、ざっくりとだけ今回の研究の内容を紹介しましょうか。この研究は220人の被験者を対象に行われ、研究者は2週間にわたって被験者の感情を追跡したんです。その結果分かったことは、被験者の否定的な気分が蓄積されるほど炎症のレベルが高くなるということを示しました。悲しみや怒りなどの否定的な感情を持っていた人は、体内の炎症レベルの上昇に関連していたというわけでございます。さて、一方でね、ポジティブな感情はどのように働いたんでしょうか。予想通り、ポジティブな気分は炎症のレベルの低下に関連していました。しかしね、ちょっと興味深いのは、ポジティブな感情によって炎症のレベルが低下したのは、なんと男性だけだったんですよ。女性には有意な差は見られませんでした。研究者は次のようにコメントしております。感情は修復可能であるため、私たちはこれらの発見に興奮しているんだと。感情と炎症の関係を理解するための追加の研究をさらに進めて、それが健康を広く促進し、慢性的な炎症、障害および病気を予防することができるでしょうと。いや、まあなるほどねと。私たちはネガティブな感情を持っちゃうと体内に炎症が起きるんだと。逆にポジティブな感情を持つと男性の場合は炎症が減るんだと。そして感情というのはある程度ね、コントロール可能なものじゃないですか。例えば瞑想することによって自分の感情をコントロールすることができるようになるなんてよく言われています。たとえ怒りを感じたとしても、それらを受け流すことができるようになる。そうすると私たちの体内には炎症が起きにくいということが分かっているんです。実際に研究によって、ネガティブに直面しても落ち着いたり元気だったりする人は炎症のリスクが低いということが示されております。つまり言い換えればですよ、重要なのはストレスそのものではない、ストレスに対する反応なんです。たとえ嫌なことが起こったとしても、それの捉え方を変えたりとか、その嫌なことを受け流せるようになれば炎症のリスクが減るというわけなんですね。まあだからこそ瞑想とかマインドフルネスによって
自分の感情に振り回されないようになろうなんてよく世間では言われているんでしょう。瞑想したりとか定期的に運動することによって、私たちは感情をコントロールできるようになります。そうすると嫌なことがあったとしても、まあ別にいいかとか、別にそれによるデメリットってあまりないよねということで、ストレスをスルーできるようになります。そうすれば体内の炎症も起こりにくくなるというわけでございます。ですから、このストレスをスルーしたり、嫌なことをスルーするスキルというのは、人生を楽に生きていくためにも、炎症を起こさないという意味でも非常に重要になってくるわけなんですね。さて、今回の論文では、悲しみや怒りなどの否定的な感情は体内の炎症レベルの上昇に関連しているということが分かりました。ではでは、ついでにね、炎症を起こしてしまう他の原因についても少し触れておきましょうか。まず挙げられるのは腸内環境の悪化でございます。腸管内膜は細菌や病原体、毒素が腸内から血流へ侵入することを防ぐバリアーの役割を果たしています。そのバリアーが損傷してしまうと、リーキーガットと呼ばれる現象を引き起こしてしまいます。このリーキーガットについては本要約チャンネルの方で何度も繰り返し説明しているので、興味のある方は本要約チャンネルの腸について解説した動画をご覧いただきたいと思います。この腸管内で長期的に炎症反応が起きると、体中に様々な不調が現れるということも、そちら側で詳しく解説させてもらっております。そして次に紹介したい原因は、夏場の炎天下における暑さのストレスでございます。動物が夏場の炎天下における暑さのストレスにさらされると、放熱を促進するために胃や腸管やその他の内臓での血流が減少し、皮膚へより多くの血液を循環させます。血流の減少は酸素量と腸粘膜上皮細胞で利用可能なエネルギー量の減少につながってしまい、その結果リーキーガットを引き起こし、病原体や毒素が血流へ侵入してしまうんです。さらには原因として考えられるのは、当たり前ですが加工食品たっぷりの食生活やジャンクフードやファストフード中心の食生活も炎症を引き起こすということが分かっています。さらにね、これもまあ当たり前でしょという感じだと思うんですが、睡眠不足も炎症を引き起こすということが分かっております。まあこの食生活と睡眠不足については当たり前すぎますので、ここで深掘りして解説することはしません。それよりも面白いのが、人工照明やインターネットが炎症を引き起こすということでございます。さて、それは一体なぜなのでしょうか。それは特に夜間にこれらから出ている光が人間に備わっている体内時計を狂わせ、睡眠リズムを乱し、炎症からの回復手段である睡眠を妨げるからでございますよ。なるほどねと、結局睡眠を妨害するから、人工照明やインターネットによって間接的に炎症が起きてしまうというわけなんですね。ある研究では、毎晩6時間以下の睡眠で1週間過ごした場合、炎症や免疫系、ストレス反応に関連する711個の遺伝子の発現に影響が出てしまったとの報告がなされております。さらにさらに、内臓脂肪肩も慢性炎症の原因になると考えられています。適切な脂肪量であれば問題はないんですが、余分な内臓脂肪からは炎症物質が分泌されるということが分かっております。内臓脂肪は内臓の毛細血管に近いことから、その炎症物質が血液を通して全身に回っちゃって、体内のどこかに落ち着くことが繰り返されると、それが慢性炎症の原因となっていくようです。まあこの内臓脂肪に関しても、本要約チャンネルの方で内臓脂肪のリスクや内臓脂肪を減らすための本を多く要約しておりますので、炎症を減らしたいという人はそちらもご覧いただければ嬉しく思います。それでは2限の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、体中に炎症を起こす危険なものとはズバリ、悲しみや怒りなどの否定的な感情である。悲しみや怒りなどの否定的な感情は体内の炎症レベルの上昇に関連しているということが分かった。ポイント2、炎症を起こす原因を7つ紹介しました。1、悲しみや怒りなどの否定的な感情。2、腸内環境の悪化。3、夏場の炎天下における暑さのストレス。
4. 乱れた食生活。5. 睡眠不足。6. 人工照明やインターネット。7. 過剰な内臓脂肪。それでは本日のハイライトに参りますか。1限で私たちを蝕む危険な炎症について詳しめに解説し、2限で体中に炎症を起こす危険なものが判明といたしまして、7つほどその原因を紹介させてもらいました。さて、いかがだったでしょうか皆様。本日は炎症というね、私たちを内側から破壊してしまう恐ろしきものについて詳しめに解説してきました。この動画を見て、自分はもしかしたら炎症が起こっているせいでいつもだるかったり、いつも眠かったりするのかもしれないという心当たりを感じた人は、一度炎症について調べてみても良いかもしれません。また炎症を治す方法を教えてくれよという人もいるかと思うんです。ここでは炎症を治す方法について全てを解説することはできませんが、2限で解説した炎症を起こす原因を取り除いたり、食生活、睡眠などを整えるといった当たり前のことによって、炎症というのは徐々に軽くなっていきますので、2限の内容を参考にして炎症の軽減に取り組んでみてほしいと思います。また俺の不調は 100% 炎症が原因であると本日の動画を見て確信したそこのあなたは、もっともっと炎症について詳しく知るために、鈴木優さんが書かれた最高の体調という本が炎症についてとても分かりやすく書かれていたので、この本を一度読んでみると良いかもしれません。それでは本日は以上になります。また本要約チャンネル、論文解説チャンネルに加えまして、新しく残酷すぎる世界の真実を解説するという面白いチャンネルも始めておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから訪れてみていただけると嬉しく思います。ではまた次の動画で皆さんと一緒に学習できることを私は楽しみにしておりますよ。今回の動画が良かった人は高評価ボタン、チャンネル登録をポチッと押して、また次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。